何どっちがいい？それがいいの？ This one. Same one? Yeah. You want this one? Mm-hmm. じゃあこれね。はい。じゃあこれにします。これにします。はい。こんにちは皆さん、今日はうちの社長のトイトレの話をしていきたいんですけど、うちらがやってる方法というか、どんな感じでトイトレをしているのかっていうのをちょっと見せたいんですけど、じゃとりあえず説明 していきます。この間ダーラーツリーで買った塗り絵セット、あ、塗り絵セット、ペイントセット、これなんですけど、ちょっと開いちゃって、もう社長が待ちきれずにちょっと開けてるんですけど、これを買った理由が、このうちらチャートを使ってるんですね。こんな感じのチャート、この感じのチャートはインターネットから無料で検索して探して無料ダウンロードのやつをプリントアウトして普通に壁に貼って使ってます。うちらこれを今日がショート代を済ますことができるたんびにここにステッカーを貼っていくんですね。なので100均でダーラツリーでこのステッカーも一緒に買いました。この間も話したい、毎回やるたんびにこの四角の部分をシールで埋めていって最後まで来るとこれがもらえますよっていう仕組みにしてます。物でつけてこれのおかげでできてますよっていうのを 100% 押すことはできませんでも毎回やるたんびにシール貼っていいって聞くので、はい貼っていいよって言って、これも隠すんではなくてこれを見えるところに置いといて、もう本当にこの社長がこうやって手に取れるところに置いといて、これ開けてもいいって聞きに来るので、聞きに来るたんびにじゃあトイレしてからねこのチャートが全部埋まったらこれがもらえるんだよっていうことを毎回説明します。はい、で今回なんと溜まったので、今度こんな感じで埋まったので、これを外して新しいのに変えてまた一からですね始まります。なので今回はうちの兄はペイントセットを開けることができるので、それを後からまた開けたいと思います。でこれを外して、でうちらここにもステッカーをこうやって普通にテープで貼っちゃってるんですけど、毎回トイレから降りたらここからステッカーを取ってここに貼り付けるっていう形です。でトイレがこんな感じで大人用の便器の上にもうスポッてはめて取り外しができるような形、これを使ってない時にはあんな感じで壁にかけれるように、で私たちも大人もトイレを使えるようにしております。これはまた後ほど社長に自分でこれを取り替えさせます。そうじゃないと自分で私が変えちゃうと後からまたぐじゅぐじゅして変えるって言ったさってなっちゃうので、これをはとりあえず彼女に変えさせます。はい、どうぞ。ここでバイバイしに来てください。バイバーイ。